クリップ、玉丘陵周辺の地形図左上、丹沢山の上の地は関東山地の南部にあたる。調布市玉河原橋より稲城市方向のニュータウン団地群田園風景の中にそびえる玉ニュータウンの団地群玉丘陵は、高尾山麓を生誕とし、町田市、横浜市にかけて広がる丘陵であり、三浦丘陵と地形的につながっている。この丘陵は、 地質学的には、砂層、霊岩層、砂礫層などからなる、上砂層宗群あるいは、三浦宗群と呼ばれる、新生代第三期末から第四期更新より、形成された地層からなる。また北部は小相模川により堆積した、五天峠下層に覆われている。東は、玉川低地を挟んで、武蔵野大地に、西は、境川付近で、相模原大地に、北西は、 南高尾山陵、総都山付近を挟んで、関東山地に、北側は浅川を挟んで、日野大地に接する。南側は東京湾と三浦丘陵に接している。最も高い場所は、標高220メートル程度である。鶴見川水系と境川水系。 および一部の玉川水系の水源の森であり、また大都市に近接する貴重な自然環境でもあり、日本固有種である東京山椒魚をはじめ、様々な動植物が生息、自生している。縄文時代の遺跡が多くあり、古くから周辺の紅葉樹林から、好みやキノコを採取するなど人々の営みとともに、あったところであったことが伺える。弥生時代以降は、 周辺の里山から退肥を取り、宿と呼ばれる、消華線の流域で、稲作や畑作を行う生活が、昭和中期まで続けられた。武蔵国の国府のあった府中から見て、多摩郡にある横に長い山の井で、かつては、多摩の横山とも呼ばれ、中世に起こった武蔵七島の一つである、横山島、江戸時代の八王子横山塾、旧南多摩郡横山村。 武蔵横山駅などの名称の由来ともなった。また万葉集にも赤駒を三夜に話しとりかにて、玉の横山とほゆかやらむと読まれている。古代にはこの万葉集の歌に読まれたように先森の通り道となっており、古代、東海道や鎌倉街道がこの丘陵を貫いている。1950年11月23日には八王子市南部、日野市、玉市をまたがる。 丘陵地帯に多摩丘陵都立自然公園が設定された。しかし、東京都心部や横浜市中心部から近いため、1950年代から開発が進み著しく緑を減らしている。中でも1960年、1970年代から開発が進められた多摩ニュータウン、港北ニュータウンの開発の影響は大きい。多摩ニュータウンには、 京王電鉄相模原線、小田急電鉄多摩線が、また江北ニュータウンには、横浜市営地下鉄3号線が開通した。また、東急電鉄田園都市線沿線は、多摩田園都市構想により開発が進められ、他にも、京王電鉄京王線、高尾線、動物園線、東急電鉄東横線、横浜高速鉄道子供の国線、小田急電鉄小田原線、江ノ島線、 多摩都市モノレール、横浜市営地下鉄4号線、相模鉄道本線、泉谷線、JR 横浜線、南部線、東海道本線、根岸線などの鉄道がこの丘陵を通過する地点も開発が進められた。特に JR 横浜線の開発部分は八王子ニュータウン、JR 根岸線の開発部分は江南ニュータウンと呼ぶ。映画 平成たぬき合戦ポンポコではこの丘陵の開発が取り上げられ、また映画耳をすませばではこの丘陵が開発された住宅地が舞台となっている。府中市中心部ビル10階部分よりの展望。中央より左手は玉川南岸から立ち上がっている稲城市と多摩市。横山の故障の通り横に長い山に見える。玉川を隔てた府中では 玉川向井の南岸の丘陵であることから、向井山、玉の横山と呼んだ。玉市では丘陵の道を横山の道と呼んでいる。1989年に東京都が自然環境の保全と活用を図ることを目的として策定した緑のフィンガープランによる。玉丘陵カズサそ群と、その堆積環境玉丘陵玉。 丘陵都立自然公園東京観光財団、武蔵府中京都カルタ魂丘陵の道を、横山の道。ありがとうございます。